点に負けちゃったのが悔しいらしいぞと。だって気持ちを変えるだけだ。俺は勝ったんだ最後だけ。さあ裏剣がまず端に乗り込んでいく。もうバイアス取る。ただ高浜もいい距離を保っている。勝利。投げる、切り返す。さあ早めに高浜としては画面端を脱出したい。そう高浜は前陣、うまい中間ハード前陣ピオらない、ギリピオらなかった。やり直したいと、やり直したい。新しい、新しかった。そして裏剣が頭蓋で一山先生。高浜ゲージもない、ゲージが3割ぐらいしかない。もうしっかり投げるブロック。まずは早くゲージを取れない、下段ブロー。そして裏剣は安全に残空で引っ張る。うまい。さあここで来るぞ。うまい。早い。1個早かった。やり直したいと。うまい。いや遠距離。そう本当に嫌な予感しかしないと言ってる。さあここは落ち着いて投げる。落ち着いて投げる。1対1、お互いゲージマックス。フランケンが、おお、はい、怪しい。あ、上を落とす。フランケンはしっかりブロッキング。そしてゲージが消えた。高尾マン、高尾マンゲージがないよ。そして投げる、フランケンが投げる。シュワシュハロー、大きい。ダッシュに対して大きい攻守からのスタブローハロー。これが世界の裏剣だ。